はい、毎度どうも恐縮です。君安と申します。デッドバイデライトサバイバーでプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。お、早速発電機あるけど、これはまあ後回しにしてですね、今回のパークはしなやかとセルフケア、フォロータイムに逆境魂ですね。まあ、しなやかで窓枠とか板を越えた後に疲労状態でなければダッシュができますね。できるやつですね。あとセルフケアは自己回復で、ボロータイムは救助したサバイバーが12秒間だけすでに攻撃を受けないノーカウントにしてくれるってやつですね。ただその1回受けた後に、あれチェイス判定切れた後かな、その自己回復しないと、特殊な自己回復しないと、あれです。ダメージを、ダウンしちゃうのか。ダウンしてしまいます。で、逆境魂は負傷状態の時に全ての行動が少し迅速になるってですね。だから修理とか回復、窓越えとか板越えが少し早くなるっていうパークですね。だから、ワンチャン、チェイス中に、いつもなら窓枠で切られてるところが、もしかしたら切られなくなる可能性があるというのが、逆境魂。おー、来たよ。よいしょ、こっちか。倒すか。痛い。倒すしかない。どっち行く？真ん中開いてますね。やん気合い、今のはひどいな。申し訳ないです、今の。ハグさん、ごめんなさい。キラはハグさんです。そして、ハメついてます。あそこ目立つな、ちょっと、でもこれも目立つから、この発電機も。でちょうど十字方角にね、もう一台発電機あるんですよね。でも、これ回しちゃえ。作戦としては、チェイス中、まあ、切られちゃった時に窓越えで逆境魂で早く越えて、で、なおかつしないこのダッシュで素早く距離を離すという、まあ、そこだけしかないですね。はい、頑張っていきます。あ、やべえ、やっちゃった。こっち来るな。こっち来るじゃないかな。あいつなんか探してるなぁ。こっち来るんじゃないのね。まあ、私、一回様子見ながら。あ、誰か発見された。これ回したい。で、今、入ってた小屋というか、建物の中にも発電機1台あったから、あれも回したいですね。あれ、負傷状態のままだ。どっか行っちゃったな。どこ行った？真ん中、なんか、あー、なるほど、なるほど。あそこじゃ近いっちゃうの呼びますね、多分ね。いや、ハグ、久しぶりのハグだなぁ。罠を書くんですよね、ハグ。何個まで書けるかちょっとわかんないんですけど、それによって、踏むと通知が行って、そこへなんとハグがワープができるんですよね。恐ろしいことに。はい。あ、違う、挙動が出てきて、それとね、なんだろう、入れ替えなのかな？入れ替えることができるんですよね。挙動と。恐ろしいですよね。こっち来るな。やばいぞ、これ。バレバレイ。バレバレイ。殴られる。倒すか。倒す。こっち来てるね。ここで治癒するか。痛い。入れ替わらないの？入れ替わらないの？痛い。こういうふうに入れ替わりますんで。恐ろしいですよね。まあ無理だな。まあ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 。下手に窓枠とか逃げないことだったな。ちゃんと、窓枠とか押さえた方がよかったです、今ね。すいません。さあ、でね、絶対罠書くでしょ。あれ？書かれ言っちゃったよ。ここに罠書いとくとね、罠は懐中電灯で当てて消すか、
しゃがんで歩くとね、無効になるんでね、まあ、しゃがんで歩いた場合は罠消えないんですけど、懐中電灯照らした場合は罠消えます。でしゃがんで歩けば消え、まあ、騒がないけど、立ったまんま行くとね、あの罠が発動して、挙動が現れて、そこへテレポートする可能性も出てくるんでね、おう、罠かかないってこと結構、不活だったな、キラーさん。どうだろう。回復する？大丈夫かな？こっち絶対来そう。絶対来そう、こっち。逆境魂があるから、多少、いつもより回復が若干、スピード速いです。あ、じゃあお願いします。はい、やろうか。待って、私が、まあいいか。いいでしょう。本当は私が先にやった方がね、逆境魂発動してるからね、若干速くなるんじゃないかと思ったんですけど、もういいや。OK。はい、よいしょ、よいしょ。回復。あれ？回復。ちょっと、任して。ここはグレイトを出さないようにしよう。出すと結構ろくなこと起きないんで。さて、出す。どこ行く？要するにグレイトを出そうとして失敗してね、通知がいっちゃうんで、それもキラーにね。そういうことが起きるんだったら、グッと狙った方が、で、勝率がグッと上がるっていうね、よくわかんないこと言ってますね。はい。発射機残り次第でございます。結構あの建物にまだいっぱい書いてたな。でもここ撮影機回ってたらもう用済みじゃないか、この建物。あ、チスト漁ってるか。これ撮影機回してないな、これ。オッケー。回すでー。あ、ごめん。じゃ、満杯だ。満員なんだ。待って、じゃあ行こうか。大丈夫かな。どこに出された？向こうか。こっち来るな。こっち来ますね。確実に。ちょっと待ってよ。ほら。来た。やべ。ごめんよ。ごめん。罠踏んだ。わからないってあんなとこ。ごめん。多分、遅れてきたから罠書いてあんだろうな、これ。ちょっと待ってよ。この辺かな？まだわかんないな。この辺かな？ちょっと待ってね。まだ書いたかもしれないから、ちょっと待ってね。よし。立つなよ。ん？大丈夫かな？もうちょいか。いっぱい、空っぽじゃこれ。空っぽやん。ん？はい？回復？ごめんよ。私がまだ踏んじゃったから。こっち来るよ。大丈夫かな？来ないことを祈る。まだ書かないかな。どうだろう。書いてないよな。書いてないな。ちょ、慎重に行く？あ、戻ってきた、戻ってきた。タゲを取った。離れよ。フェンミちゃんに迷惑かけちゃったから。よし、これ離れたな。あ、あ、やっぱり罠踏んだか。やっぱ罠あったか。多分今テレポートしたんじゃないかと思われます、今。やっぱりね。そうなんですよ。ああいう風に罠書いてあったりするのでね。絶対、こんな感じでね。怖いですよ、これね。恐ろしい。もう一回じゃあ、待って、どういう、書いてるだろう、罠。絶対書くでしょ。待って、来るじゃん。結束がないから分かんないな。来た。これ離れるしかないな。はい。お、消えるか。しないから逃げましょう。しないから逃げましょう。ナイス。救出行った？行ってるね。オッケー。じゃ、回復しとこう。せっかくなんで。あ、まだ行ってないんだ。待て。行ってないんかい。私が行って大丈夫かな、これ。あそこは書いてあるんだろうな、多分な。間に合うかな。あ、いるし。マジかい、これ。またないか。あー、残念です。一人は持ってたか。ちょっと待てよ、これ。ゲート開けるか？ノーワンはなさそうですね。
はい、回復するか。よし、ナイス。あ、いて、失敗した。いて、失敗しちゃった。まだ、これそこにいるってことは？待って待って、ちょっと待って、はい、はい。回復しよう。はい、よし、回復しましょう。あ、あ、え、なになに？ちょっとどこ行くのよ。もう助けられんです。グッバイ青春。あの時何もしなきゃよかったのかな、わかんないな。さあ出口どこだ。あー、これノーワンっぽいな。いや、ノーワンではないよな。直しといて、これ間に合うから、これ間に合わない可能性が高いな。どこだ。なるほど、罠は書いてないね。じゃあもがいててくれよ。脱出できなくても一応助けるは助けるから。罠は書いてないよな、多分そこまで。はい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 、ゲート探そうぜ。行くぞ。ちょっと待って、ゲートどこ。あ、担がれてる。ほほほ、ちょっと待って。そこかい。きついぞ、これ。きついよ。まあ、テレポートした、今ね。終わったな、これ。ほぼ終わり。キラーの会社だ、これ。ボロータイム。行くしかない。そう、出口開いてんだろうな。開いてんだろうな、これ。開いてる？開いてるよね。行け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 。あー、危ねえ。ギリギリだった。大変だわ、こりゃ。で、クロちゃんはどうしたの、これ。あれ？クロちゃん？お出しした。ナイス。ギリギリでしたね。いや、びっくりした。冷や汗が来ましたね。はい。ということでございまして、今回動画はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。いや、最後もうどうなるかと思いましたけど、ゲート開いててよかった。あれ開いてなかったら終わってましたね。確実に。はい。ということでございまして、また次回もよろしくお願いします。それでは、さようなら。